アメリカから来日して12年のウェンディ・ワルソーさんは、山梨県のケーブルテレビで英語を教えている地元ではちょっとした有名人。しかしそんなワルソーさん、夜になると様子が一変するという。その戦慄の姿とは。これ見ててください。乾杯。あ、いや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 、なんとビールジョッキを丸ごと口の中へ。なんとも恐るべき光景。実はワルソーさん、生まれつき顔周の皮膚が柔らかく、鼻の頭と額もこの通りくっついてしまうのだ。そんな体質を生かして瓶の蓋も開けられるのだ。あの、知らないお客さんにビールはあの、おごってもらって特許ありますよ。あの、本当もあーラッキーと思った。乾杯。驚異の顔面を持つ女、ちょっとお得な顔面を持つ女でもあった。